この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。隣の部屋。本当にやばい。俺も近いうちに引っ越そうかと思う。俺がそのアパートに入居が決まった時、本当は今の部屋の隣に入るはずだったんだ。なんかそこの部屋だけちょっと安いとかの話で、管理者ともノリノリで話してたんだが、直前に理由説明もなく、ここはダメだ、と一方的に断られてしまった。さすがにちょっと揉めたけど、結局俺はその隣に入ることになったんだ。半年ぐらい経った頃、俺が入居を断られた隣の部屋に、大柄の男が入居した。高身長でがっしりしてるけど細マッチョって感じの、どちらかというとイケメン寄りの感じ。スーツ姿で外に出るところはよく目撃してた。ほとんどそのおっさんとは関わりなかったんだけど、俺が大学の友達呼んで飲み会してたら、いきなりインターホン連打されて、殺すぞ。って。怒鳴り込まれたことがある。玄関入ってきて本当に殺されるかと思ったよ。俺が悪かったのはわかってる。酔って大声になってたし。でもおっさんもおっさんでよく彼女呼んで大声で笑ったり怒鳴ったりしてたんだぜ。もちろんこっちは文句言いに行く勇気なんてなかったけど。そんなある日、俺の部屋にスーツ姿の女の人が訪ねてきたんだ。美人だった。ザ・キャリアウーマンって言葉の似合う、背筋とかもピンとしててハキハキと喋る感じの人。俺が出ると、部屋を間違えたみたいです、って、頭を下げた。一応名乗りはしてくれたけど、よくわからない会社名だった。こっちの後はすぐ隣に行ったみたいだった。俺はなんとなく気になって、すぐ財布を持って外に出たんだ。コンビニ行くついでに様子を見ようと思ったんだな。おっさんは不機嫌そうに対応してて、女の人がなだめてる感じだった。この時は投資の勧誘か何かなのかなと思ってた。結構熱心に説得してたから、もしかしたらおっさんが暴力でも振るうんじゃないかと心配だった。怒鳴られたせいでいい印象持ってなかったからな。で、コンビニから戻ってきたら、おっさんがすっげえ笑顔で話してて、女の人が帰るところだった。おっさんは去っていく女の人に親しげにしてたけど、俺に気がつくと罰が悪そうにドアを閉めた。なんか変な感じだなって思った。後で女の人の名乗った会社名を調べてみた。会社名じゃなくて、団体名だったんだな。外国の有名な宗教の派閥の一つみたいだった。その団体自体も、日本に何十年も前から来てて結構有名っぽかった。俺は初めて見たけど、多分多少宗教に詳しい人ならみんな知ってるレベルなんだと思う。なんだかますます変だなって思ったんだ。宗教勧誘ならなおさらあのおっさんが折れるとは思えなかったから。それからちょっと経って、なぜかおっさんが平日でも一日中部屋に居座るようになった。俺はおっさんのいない平日昼に友達呼んで騒いでたりもしてたから、おっさんの有無には結構敏感になっていた。部屋の壁、薄いしな。おっさん、どうやら仕事辞めたっぽかった。こっちは勘違いかもしれないけど、この頃からおっさんの彼女がアパートに来ることもなくなった。一回大学行く時におっさんと鉢合わせしたことがあるんだけど、派手な私服に高そうな腕時計つけてて、ヤクザみたいな格好だと思ったよ。仕事辞めたのになぜか私服に金かけてるように見えた。ボロアパートには不相応な格好で、金回り良くなったんならすぐ出ていくんじゃないかなって思った。都内の駅前で5万円ちょっとの安いアパートだから。まあ、実際はそうはならなかったんだが。でさ、大概の賃貸物件ってそうだと思うけど、ベランダって両隣と繋がってるんだよな。非常時は壊して移動してくださいって書いてある板一枚で区切られてさ。ある早朝、大きな音がして目が覚めたんだ。
驚いたけど寝足りなかったからすぐ布団にしがみついて眠ろうとしたんだよ。そしたらさ、九段のおっさんが、ベランダから部屋に入ってきたんだ。マジで。大きな音はベランダの壁壊した音だったんだ。躊躇なくズンズンと入ってきた。さすがに跳ね起きたよ。俺も動揺しながらも、なんで、なんですか、警察呼びますよ、って叫んでた。警察って俺が口にするとおっさんかを赤くして、黙れ殺すぞ、みたいなことを叫んでた。警察呼んだら後で報復されるかもしれんと本気で思った。おっさんは俺の家具のタンス開けたり、玄関先まで行ったりして、何かを確かめてるみたいだった。一通り見て回ると満足したのか。やっぱりこっちじゃない。みたいなことを言って、元来たベランダから帰って行った。ベランダはお前が壊したって説明しろ。って、捨て台詞残して。俺は怖くてうなずくしかできなかったよ。結局アパート管理の人にも説明しないまま、壊れた壁そのまま何日も放置してた。話したら俺のせいになるし、変なこと言ったら報復されそうで怖かった。ありえないと思うかもしれんが、俺は怖くて報告を先延ばしにしてしまった。いつおっさんがまた来るのかもわからんけど、結局あんな薄い壁すぐ壊されることもわかったし、鍵だけはしっかり閉めるようにした。で、洗濯物干すとき、どうしても気になって、一回おっさんの部屋を見てみようって思ったんだ。遮蔽物はおっさんが壊してるから行き来はできる。どうにも普通じゃない感じがして、生活もすごい荒れてるんだろうなと思ってさ。ちらっと覗くだけならバレないんじゃないかって思った。で、実際ちらっと覗いてみた。ちらっとだからよくは見えなかったんだけど。壁に何か文字が、文章が書かれてるみたいだった。ポスターとかじゃなくて、壁に直接、結構長々と。家具とか全然見えなくて、ただカーペットの上には、剥き出しで札束が置かれてた。その時はすっげえ大金だと思ったけど、冷静になると、金額はちょっとわからない。本当に怖くて、俺は速攻で部屋に戻ったよ。心臓めちゃくちゃバクバクした。後で考えるとあまりに変で、思い出すと自分の記憶を信じきれない面もある。壁の文章、そんなに長くなかったんじゃないかとか、やっぱり張り紙だったんじゃないかなとかさ。結構大きい文字だったけど、書いてある内容までは思い出せない。ただその時は、見てはいけないものを見てしまったって感じがすごかった。それから一週間後くらいのこと。なんだか外が騒がしくて、部屋のドアを開けてみたら、警察が隣の部屋の前に集まってた。おっさんが部屋の中で死んだみたいだった。殺されたんだって思った。でも詳しいことは一切わからなかった。変死、みたいなのがちらっと聞こえたけど何もわからない。その後ふと思い立って、団体名とかアパートとかで調べてみたけど結局何もわからなかった。別にそこの宗教団体に変な噂はない。新興宗教だとかでもないし。調べてみるとうさんくさい話がゼロとはいかないけど、揉めてやめた人間がケチつけてる範疇にしか見えなかった。おっさんの死も病死、自殺なのか、あるいはそういうことになったのか、全然ニュースにもならなかった。一番不思議だったのが、警察には何も聞かれなかったこと。事件だったら隣の俺に事情を聞くことだってあるだろうし、第一おっさんが壊した壁のせいで隣との行き来は自由だ。なのに警察には何も聞かれなかった。不自然だと思ったよ。結局おっさんと宗教団体が関わってるのか関わってないのかも俺にはわからない。もしかしたらおっさんが頭の病気だったのかもしれない。壁の文字とか、なんとなく糖質のブログみたいなものを感じたしさ。暴力的な性格が災いして何かに巻き込まれたのかもしれない。ただ、俺はやっぱり、おっさん云々よりも隣の部屋に何かあるんじゃないかと思ってる。変に安いのも、
最初断られたのも妙だったし。おっさんが急に俺の部屋に入り込んできた時のことも気にかかってる。女の人もおっさんにじゃなくて、実はあの部屋自体に何らかの用があって訪ねてたんじゃないかって思うんだよ。とりあえず、近いうちに引っ越したい。オチの面白みのなさがなんか事実っぽいなぁ。警察って意外と事件内容の説明とかしてくれないよ。死因がはっきりしてたらなおさら。おっさんの死因が明確すぎて、隣人を疑う余地もないって感じだったんだろうか。最初の、なぜか入居する部屋変えられたってとこから意味深だね。実はおっさんは警察の監視対象になってて、監視しやすい部屋におっさんを誘導して住まわせるため投稿者を隣に移した。で、監視に気づいたおっさんが何らかの秘密を守るため自決した。警察は自決の瞬間も監視していたので死因が明白。隣人に事情聴取する必要もない。みたいな。おい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 。まさかの公安案件かよ。安い屋上。10年ぐらい前の話だけど、大学の4年間、親戚の不動産屋の紹介で、繁華街の雑居ビル屋上のプレハブに住んでいた。プレハブなので冬寒く夏暑かったが、部屋は約18畳でシャワー付き。駅まで徒歩6分で月3万円。だが、変なものを月に1度か2度見るのには困った。屋上の3分の1ぐらいがプレハブを占めていて、あとは給水タンクと庭みたいになってるのだが、その庭みたいな空間に、夜中の2時3時になると、変なものがゆらゆら踊っている。西洋の幽霊みたいな、ぼんやり光る白いシーツをかぶった人型のものが、ふわふわするんだ。こんな感じのシーツかぶった幽霊みたいなのが、屋上を浮かびながらゆっくり円を描く。初めて見たのは引っ越してから2週間ぐらいした夜のこと。非常階段から不審者が忍び込んだのかと、バッと思って、こら、と声をかけたが、そいつはこっちを振り向くと、じわーっと消えていって終わり。それで、この世のものじゃないとわかって、やっとビビったぐらい。うちに泊まってみた友人も2人いる。1人は、夜中にトイレに起きた時に見て、どちらさん、と声をかけたら消えた、と。もう1人は、これが見たくて何度か遊びに来てて、4度目に見た。声をかけずにただ見てたら、ずーっと回ってて、友人がタバコに火をつけた瞬間に消えた。ちっとも怖くはないんだけど、気持ちいいものじゃないんで、屋上にアラジをぶちまけてみたり、日本酒ぶちまけてみたり、いろいろしたけれど効果なし。親戚の不動産屋に話してみたら、だから安いんだよ。でも、害はないだろ。で、終わり。そのうち、出てくる周期が満月か新月の日だとわかったんで、その日は早寝してた。飲み屋で知り合った霊感の強いおっさんに相談してみたら、それがいるから、他のが来ない。ぐるぐるしてるだけで害がないなら放っておけ。と。実際、そのプレハブに住んでた4年間は、年に数回あった金縛りが一度もなかった。と。まあ、驚くぐらいに怖くなくて、不思議っていうか奇妙っていうか、わけわかんない体験談でした。駅まで徒歩6分で月3万円。幽霊と暮らしてみたい人にはおすすめの物件かもね。お得なテナント物件。城東区で仕事していた時の話。飲食店を経営するにあたって、結構お得な物件を見つけた。2階は普通に大家さんが住んでて、1階がテナントなお店。ダム県の焼肉屋から近いかな。まあ、食べていくには困らない経営していたんだけど、ある時、
車の事故を起こして修理するために店から3分ぐらい離れた修理工場に持って行った。近所付き合いする方ではなかったんだが、向こうはこちらを知っていたらしく、修理の人に、あそこのテナントですね。大変でしょう。なんて言われた。へ?と思って、何かあったんですか?と聞いたら、知らないならそれに越したことはありませんよ。と、はぐらかされた。あまりに気になって、しつこく食い下がると教えてくれたんだが、過去そこのテナントは3回経営者が変わっているらしい。で、2人そのテナント内で首吊り自殺してて、1人はノイローゼになって行方不明らしいとか。にわかには信じられずに、そんなバカなと思ったが、不況だったんでまああり得るかなと思った。ちなみに、さすがに店で自殺はあれだが、自殺するような人間に俺が立たれるわけない、なんて考えを持っている。けど、お店にいてもずっと気になって、近くの喫茶店とかアルバイトに聞いてみたら、なんか嫌な話が続々出てきた。テナントの大家さんは名家の類だけど、4代くらい続けて男は30までに死んでいるとか。今の家主さんの子供は男3人娘1人だけど、男は全員30までに死んでいる。夫も30前に病死。首吊り自殺1人あり。また、うちの店の3軒くらい離れたバーに、霊感がある人が誘われて飲みに行った時に、こんな怖いとこでは飲めない、なんて言って帰って行ったとか。店の周辺は戦争時、空襲で死んだ人をとりあえず置いておく場所に使われていたとか、などなど。そういえば、幽霊で有名な深江橋の近くだし、なんかあるのかなぁと思ったけど、商売は順調だったし、関係ないやだった。忙しい時は店に泊まってたけど、霊とか微塵も感じられなかったしね。で、平和な日々が続くある日、それは起こった。その日、オープン前に店の前を掃除していたら、パソコンのプリンターを買った大家さん、かっこ未亡人、30前半、が、プリンターを休憩挟みながら必死で2階の家に持って行こうとしていた。前述の通り、大家さん家には男はいないし、力仕事は答えるだろう。しんどそうなので、自分で良ければ家まで運びましょうか?と言ったところ、迷惑かけますのでいいです。と。正直なところ、微妙な下心もあり、半ば強引に、お手伝いしますよ、と、家まで運ぶことにした。2階まで運んで、ここでいいです。ありがとうございました。とお礼されたわけだが、自分、パソコンには詳しい方だったんで、接続しますよ、と、さらに申し出てみた。そうしていると家からおばあちゃんも出てきて、少々のやりとりの後お願いされることになった。で、無事接続も完了してお礼にコーヒーを用意してくれることになって、未亡人とおばあちゃんが出て行った後に、用意を催してトイレに行きたくなった。自分のお店でしようかなと思って、部屋を出て廊下を通ると、半分障子が開いている部屋が目に入った。なんとなく部屋を障子越しに覗いたら仏壇があった。かっこ今思うと仏壇かどうかはわからない。部屋の上方の壁には大量の家が、結構壮観な並びで、さすが早死に名士の家系だなと感心して、通り過ぎようとして妙な違和感を覚えた。一つだけ、写真がないからの額縁があった。こういう時に、他と異質なものを注視してしまうのは人の常。ついついその額縁を見てしまい、自分は心の底から恐怖した。朱色の墨で、自分の名前と生年月日が書いてあったのだ。周りを慌てて見渡すと、台所で何か喋っている声が聞こえる。黙ってさっきの部屋に戻り、急な仕事の用を思い出したことを告げて、家を脱出して店に戻らずにいろいろなことを投げ出して逃げた。この程度のことで仕事も生活も捨てるなんてどうかしていると思われるだろうが、当時は本当に命の危険を感じたんだ。FC 店だったために、本部の方を通して、
一切その大家さんに関わらずに権利関係の処理ができたのが不幸中の幸いだった。ホテル暮らしを転々として実家にも連絡を取らなかったけど、後で聞いたところによると、最初のうちは大家さんから頻繁に実家に連絡があったらしい。今は東京に住んでいるけど、未だに怖くて大阪には帰れないし、住民票も移していない。あの仏間に、なぜ俺の名前入りの空の額があったのか。何か横島なまじないでもしていたのか。今となってはそれはわからないのだが。大家さんの家は男性が短命、そしてテナントに入居して不幸にあったのも、聞く限りでは全員が男性。これだけは事実のようだ。あのままテナントに居続けていたらどうなっていたのか。そう考えるととても怖い。投下するにあたり、地名をある程度詳しく書きすぎたことに後悔して、書き続けるか迷った。昔のことだからもう平気だと軽く書き始めたけど、またビクビクする日々が始まる。後半グダグダっぽくて申し訳ない。我が社のセキュリティ。こないだ、俺が一人で残業をしてる時に電話が鳴った。夜7時半くらいだっただろうか。ちなみに俺が勤めているところは小さな町工場で、立っている場所も町からちょっと外れた山のそばのため、この時間になると周囲に人影もない。はい、〇〇工業です。ああ、3時か。しわがれたじいさんの声だった。3時とは何のことか全くわからないが、聞いた瞬間俺は、ああ、また間違い電話かと思った。というのも、うちの会社の電話番号は、地元のタクシー会社の電話番号と一番しか違わないために、病院を使うじいさんばあさんがよく間違えてうちに電話をかけてくるのだ。いえ、違いますよ。わぁ？ガチャ。容量を得ない年寄りの電話は一方的に切ることにしていた。こっちが会社名を名乗った時点で気づいてもらいたいものだが。また電話が鳴った。もしもし、〇〇工業です。ああ、3時か。違います。タクシーの番号ならバツバツのバツバツバツですよ。わあ。ガチャ。一度の電話で間違いに気づかないとは相当ボケてるのか。こっちはまだ事務処理が残ってるんだからもうかけてくるなよ。しかしその願いも虚しくまた電話は鳴った。もしもし、〇〇工業です。ああ、3時か。腹が立ってきた。もういっそのことそうですと言ったらどうなるんだろう。俺はいたずらのつもりで、そうです、何かご用ですか？と言ってしまった。おう、3時か。じゃあ今からそっちに行くからな。え？このじいさんはどこに行こうとしてるんだ？じいさんの勘違いで見当違いの場所に出かけてトラブルになってもまずい。俺は間違いだと伝えるために今かかってきた番号にリダイヤルした。もしもし。若い女の声だ。〇〇工業と言いますが、今ですね、そちらのおじいさんから電話がありまして。は？何ですか？お宅のおじいさんから、今うちの方に電話がありまして。それで。何ですか？うちに男はいませんけど。え？おじいさんというか、男の人自体住んでらっしゃらない？何なんですか？いたずらなら警察を呼びますよ。どういうことだこれは。かかってきた番号にそのままかけ直したのだから番号の間違いということはない。でも電話先には女しかいない。さっきのじいさんは一体何だったんだろう。ドガッドガッドガッ。突然俺がいる事務所のドアが激しく叩かれた。びっくりしてドアの方を見ると、ガラス戸の外には誰もいない。呆然としてドアを眺めてると、またドガッドガッドガッと激しい音がした。何なんだと思って恐る恐る近づいてみると、ガラス戸の外の死角になっていた部分に、顔と腕が赤く焼けただれた男が立っていた。俺は、うおうおうと叫び腰を抜かしてしまった。
よく考えたらそのドアには鍵がかかってない。しかしその男はドアを開けて入ってこようとはせず、なぜかひたすらドガッドガッドガッとドアを叩き続けていた。叩くというか蹴ってたのかも。腕が全く動いてなかったから。ドアに鍵をかけようかそれとも奥に逃げようか迷っていたら、いきなり電話が鳴ってまた心臓が止まりそうになった。必死に電話までたどり着いて受話器を取ると、社長からだった。もしもし、お疲れ、仕事の調子はどう？いや、それどころじゃないし、今外にすげえのがいます。ああ、何か出たの？じゃあな、神棚に備えてある酒を額と首につけろ。そしたら、神棚を開けてご神体を見えるようにしてみろ。多分そいつ消えるぞ。俺は震える足で必死に神棚までたどり着いた。外では未だにドガッドガッドガッと音がする。言われた通り、酒を額と首につけて神棚を開けた。すると、ぐしゃっという音がしたと思ったら、それっきり何の音も聞こえなくなった。ドアのところにいた男も消えていた。次の日、社長に昨日の出来事を話すと、やっぱそういうことも起きるんだなぁ、と、すべて知ってるかのような言い方だったので詳しく聞いてみると、この会社が立っている場所は霊の通り道で、変な霊が騒ぎを起こすと霊媒師から言われていたので、会社を建てる時にあらかじめ、壁という壁すべてにお札を練り込んであるから、どんな霊も入ってこれないようになってるんだと自慢げに語った。言うなれば霊対策のセキュリティだ。で、さらに後日、俺は個人的に霊媒師を訪ねた。会社の土地を見てお札を壁に練り込んでくれたあの霊媒師だ。話を聞くと、うちの会社が霊の通り道に立っていることは本当で、壁にお札を練り込んであるので、よほど怨念の強い霊でなければ破れないというのも本当。しかし、霊媒師は気が進まなそうに言った。社長がどうしてもあそこに建てるというから仕方なく壁にお札を練り込んだけどね。そのせいであそこ、霊の通り道だったのが完全に塞がれてる状態なんだよね。あそこを通って霊はいろいろな場所に行ってたんだけども、そこを塞いだから霊は行き場を失って怨念が強まるという危険があるんだよ。あの結界を破れる霊はそうそういるもんではないけども、このまま強制的に怨念が強まることになれば、いずれあれを破るほどの強い怨念の霊が生まれるかもしれないんだ。そうなると私にももう対処しきれなくなるからね。いつかあれ以上の怖い奴が来て、しかも我が社自慢のセキュリティを突破して入ってくるかもって話だ。そうならないことを祈るばかりだ。隣室の肉。そんなに前の話じゃないんです。去年の夏のことですね。自分は写真の専門学校に通ってまして、下宿屋みたいな木造アパート暮らしをしてるんです。これがまた絵に描いたようなボロアパートで、風呂なしトイレ共同4畳半で月1万5000円です。壁は板のようにペラペラで、畳にはカビが生えて。ああ、安いでしょう。いくらボロでも都内だし、駅まで5分ですからね。わけがあるんです。いやいや、幽霊が出るとかじゃなくて、あと1年半で取り壊される予定なんで、最初からそういう契約で入りました。どうせ取り壊す頃には学校は卒業してるはずですし。幸いなことに自分は角部屋で、隣は空きだったんです。だからプライバシーもそこそこ保てたんですよ。それが、隣に住人が入ることになりました。旦那さんが40代くらいかな。夫婦と3歳くらいの男の子です。前から大家さんに話は聞いてたし、引っ越しの時に挨拶にも来てくれました。いやぁ、変な人たちには見えませんでしたよ。何でも転勤したもののこちらの社宅が工事中で、それが終わるまで2週間ばかりこのアパートに滞在するってことでした。2週間くらいなら特に困ることもないな、と思いました。自分は昼はほとんど学校だし、夜もバイトで食事は外食、テレビもあまり見ない。
部屋では寝るだけしかしてなかったんです。最初の3日くらいは特に何事もありませんでした。向こうも気を使ってたようですし、子供が騒いだりすることもなかったんです。それが、4日目の夜だったかな。ドーンと、壁に何かがぶつかる音で目が覚めました。隣の部屋の方からです。その後夫婦が話しているのが聞こえましたが、またすぐ静かになったんですよ。もう一度眠りに入ろうとした時に、どしっと腹に響く音が聞こえました。そんなに大きな音じゃないです。米俵を竹の棒みたいなので叩くような音、といえば近いかもしれません。それが間を置いて何度も繰り返されるんです。ビシッ、どしっと。何をやってるんだろうと少し気になりました。それで耳を澄ましてると、かすかに、かすかになんですが、何か生き物が鳴くような声が聞こえてきました。注意しないと聞き漏らすようなごくごく低い声で、うえー、という感じで、子供を叩いてるんだろうか、まさか、虐待？音は20分くらい続いて聞こえなくなり、自分も寝てしまいました。翌日はゆっくりだったんで9時過ぎに部屋を出ると、廊下の向こうのトイレの前で子供が遊んでいました。どうやらこの子は保育園や幼稚園には行ってないようなんです。引っ越しの合間でまだ決まってないのかもしれません。夏場だからヨレヨレの T シャツに半ズボン姿でした。近寄っていくと怯えたような顔をしました。さりげなく様子を見ても、顔はもちろん手足にあざなどが出ているということもありません。昨日の悲鳴のようなのは何かの勘違いなんだろうと思いました。念のためにと、子供に、僕、兄弟とかいる？と聞いたら、黙って首を振りました。やはり考えすぎか、と、その時は思ったんですが、音はそれ以降も続いたんです。決まって夜中の2時過ぎでした。その時間はまだ起きていることもあるんで分かったんです。やはりビシッという何かをしなるもので叩く音と、続けて上がる気味の悪い低い悲鳴、それが毎夜続いてるようだったんです。時間は最初の時と同じ20分くらいなので、不可解ではありましたが迷惑というほどでもなかったんです。それから5日ほど後のことです。朝方トイレに起きました。時間はわかりませんが、まだ日は昇っていませんでした。なるべく共同トイレは利用しないようにはしていましたが、朝はどうしようもありません。眠い目をこすりながら廊下に出ると、隣の部屋の入り口の戸が少し開いていました。そして、そこから不可思議なものが顔を覗かせていたんです。体は猫より少し大きいくらいでしょうか。裸で、体には毛がありませんでした。廊下の電気が当たって黄色っぽく見えましたが、実際は青白い肌絵なんだと思いました。その上半身の一部がドアから出ていましたが、背中に棒状のどす黒いあざがいくつも見えました。キョロキョロ宝月のように赤く飛び出た片目を動かしていて、知性があるように思えました。それにまばらに毛の生えたそいつの頭が、瓢箪の形に歪んでいました。歪みに合わせて片方の目が突き出し、片方が陥没していたんです。その頭にも、棒で叩いたようなあざが重なっていたんですよ。あと、首輪をしていました。かなり重そうな鉄製のやつ。それがドアから出てこようとしたとき、首輪についてた紐が強く引っ張られ、頭を挟むようにしてドアの中に消えていったんです。ガチャンと音を立ててドアが閉まりました。いや、もちろん目を疑いましたよ。トイレには行きました。我慢できなかったんで。部屋に戻ってから今見たものについてしばらく考えましたが、答えは出てきませんでした。ただ人間の奇形ではないだろうという印象はあったんです。毛を剃った犬か何か、あるいは生き物ではないかもしれない。それと、なんで自分がトイレに行くのに合わせるようにそこにいたのか。隣の夫婦に事情を聞くことは考えませんでした。首輪がついてたのでペットと言われればそれまでだし、
もうあと数日で引っ越していなくなることが分かっていましたから。その後も夜中の奇妙な音は続きました。あの奇妙なものが叩かれてるんだと思いました。そしてくぐもったうめき声。状況が変わったのが、夫婦が出ていく2日前のことです。最初にこのことに気がついた時のように、夜中壁にドカンと物が当たる音がして、うんらーと、甲高い悲鳴が聞こえたんです。あれが叫んだんだと思いました。その後に旦那さんの声が聞こえました。いつもは何を言ってるかわからない低い声なんですが、死んだじゃないか、やりすぎた。と、はっきり聞き取れるほどの大声でした。私のせいじゃない。と、奥さんの声が続き、パタッと静かになったんです。次の日は日曜日でずっと部屋にいました。隣には引っ越しの業者が入っていて、一連の奇妙な出来事ももう終わりだとほっとしました。その夕方です。そろそろ外食に行こうかと思っていた時に、ドアがノックされました。顔を出すと、隣の奥さんが立っていました。皮膚がカサカサと乾いていて、なんだかすごく年を取ったように見えました。奥さんは、今までいろいろお世話になったし、うるさいこともあったでしょ？よかったら、最後だから夕食を食べに私たちの部屋に来ませんか？と、言ったんです。これまでのことで気味が悪かったんで、これから友達と約束があって外食するんです、と、丁重に断りました。奥さんはとても残念そうな顔をしましたが、ああ、じゃあ、と言って走っていき、すぐにタッパーを手にして戻ってきました。これ、実家から送ってきた鴨の肉の味噌漬けなんです。とっても美味しいからぜひ食べてください。フライパンで焼くだけでいいんです。そう言って自分の手にタッパーを押し付け、食べてくださいね、と、振り返って念を押しながら戻っていきました。部屋に入ってタッパーを開けてみました。味噌の匂いがして、中には白っぽい肉が入ってました。鴨の肉を見たことがないので、これがそうかははっきりしませんでした。これは食べられない、と思いましたが、せっかくの行為を無駄にするのもなんだかという気がして、とりあえず冷蔵庫にしまおうと蓋を閉めようとしたら、味噌漬けの肉片が、波打つようにビクンビクンと動いたんです。今のはなんだ？確かに動いたよな？これ、もしかして前に見たあれの肉なのか？そのままタッパーごとバッグに入れ、そっと外に出ました。駅前に行き、噴水にタッパーの中身をぶちまけ、水で洗いました。タッパー自体は返さなくてはと思ったんです。翌朝早く、隣が3人揃って挨拶に来ました。通り一遍の話をしてタッパーを返したとき、旦那さんが言ったんです。今までいろいろ声が聞こえてたでしょ？あれが死んだことも知ってるんでしょ？それと、昨日の肉、食べなかったでしょ？いや、いいんですよ、当然です。私たちはもうダメかもしれません。あれを殺してしまったんですから。ささやくようにこう言って、肩を落として出て行きました。その後、自分の身には特に変わったことはありません。もし、あの肉を食べてたら、どうなってたんでしょうね。入居者トラブル。今から5年前、東京の練馬でワンルームのアパートで生活していた時のこと。前の会社を辞める時に住んでた住まいが、会社が借りてくれていたアパートでした。上司と喧嘩をして辞めることになったため、急遽、無職で借りれるところを探さないといけませんでした。やはり無理めな条件でお金もなかったので、あるところに入り込むしかないと思い、池袋の不動産屋に行ってみると、ワンルームでロフト付きのアパートがすんなり見つかった。内見もしたのですが、昼間でも日光が入らない部屋ということ。まあいいだろう。すぐ出ればいいんだし。と、入居決定。引っ越しも無事に終え、
新しい職も見つかり、平凡な生活が続くはずでした。が、なぜかネガティブなことが続くのです。仕事もやりたがってた職種なはずが、どうにもやる気が出ず辞退者。その時付き合ってた彼女の態度が急変し別れることに。3ヶ月間ニートな生活をしだしました。とにかく何にもやる気がせず、オンラインゲームを延々と続け、ベッドの上から降りるのはタバコと食料を買いに行く時だけ。やがて部屋は足の踏み場もない状態に。寝る時はベッドの上にあるゴミやらをガーッとのけてスペースを作って寝る。こんな生活をしていた時のことでした。夜寝ていると、耳元で、クスクス、クスクス、と、音がするのです。は、じいか、と思ったのですが、そのまま放置。そのまま数日間様子を見ていたら、それが子供の笑い声だと気づきました。ああ、生活が乱れると、こういう現象も感じやすくなるのかと、笑い声だけなので放置していました。するとある日、笑い声が消えて、泣き声に変わったんです。すすり泣くような。え？何？泣き声はやばくねえか？と思ったのですが、放置。その頃からです。隣の部屋から夜中に叫び声が聞こえ、なんじゃと思っていました。珍しく表に出ると、隣の住人が引っ越し中。また反対隣の住人も引っ越し中。あれ？これなんか起きてるのか？と、少しは考えるようになりました。夜中の泣き声は、疲れて熟睡してたせいもあってか、稀に聞くようになり、お約束の軽いラップ音も鳴り出すようになってきたのです。さらに、日光の入らない出窓の向こうは意味不明な砂利の庭があり、夜中の2時くらいになると、その砂利道を歩く音がするようになった。決まって2時。隣に引っ越してきた住人にそのことを尋ねてみると。ああ、それなんなんでしょうね。2時に歩いてますよね誰か。そしてある夜、その2時の足音の主を捕まえるチャンスが訪れた。その夜も2時になり足音が、即座にベッドから抜け出して表へ。砂利道には入り口しかない。突き当たりには別アパートの壁でドン突きだ。砂利道にライトを当てる。奥の方に人影。こいつかー、と、壁に隠れタバコを吸い、そいつが出てくるのを待つ。30分が過ぎ、辛抱たまらなくなり、砂利道に突入。そんなに長い道ではない上住宅で囲まれているため、反撃されたらそれなりのダメージを受けることを考えつつ砂利道を歩く。誰もいない。行ったことのないドン突きまで行ってみる。壁だ。その次の日は警察を呼んでみたが、誰もおらず。警戒して巡回してみます。で終了。その日を境に、それまで実被害がなかったので放置してた霊現象がエスカレート。新しい就職先を見つけ、仕事も始まったある日、ラップ音が妙にでかい。最初は、バキ、くらいだったのだが、その日は、バキン。昔からこんな音は腐るほど聞いていたが、バキンはねえな、小屋なんだと。が、とりあえず放置。眠いし明日仕事だし。すると、楽器委員。なんじゃこや、硬い鉄同士をぶつけるような音。さすがに目を開けた。お前なんでここにいるんじゃ。あ、誰かいる。このうるさい音のおかげで寝不足になってたので、怒り爆発。おめえかー、こらー。罵声を浴びせる俺。ぼんやりと、男がベッドの上に立って顔を近づけているのがわかる。夢なのか現実なのか、しばし確認。現実だこれ。この家は俺が金出して借りてるんだ。出てくのはてめえだろうがー、こらー。すると、ここは俺が前から住んでるんだ。誰に断って寝てるんだ。殺すぞ。え？普通だ。会話ができる。
ちょっと冷静になった俺。まずは体勢を整えないとと座ってみる。幸い、他の家でもこういった現象は経験があるので、免疫がないわけじゃない。俺はなぜかこう考えた。とりあえず収集つけて寝ないと、明日しんどいなぁ、と。タバコに火をつけ、会話を続ける。ああ、つまり、ここはお前さんが以前から住んでいた家ってことか？ここは俺の家だ。お前らは一体なんだ。挨拶もなしに勝手に生活しだしやがって。出てけ。いや、出てけって言われても、お前、もう生きてないの分かってんの？とっくに分かってんだよ。ここは前から俺の家だ。殺すぞ。ああ、無理。金ねえし。まあ、これまでのことの原因は分かったから、今日は寝るわ。と、その日は寝た。なんか怒鳴ってたが、寝た。会社行って考える。奴は何度も殺すと言っていたが、俺は生きている。もしかして、手は出せないのか？なら対応もできるな。ということで、ヘッドホンを装着して寝ることに。その日は勝利した。それが日常となり、しばらく十分な睡眠をとれていたのだが、ある日、雷かと思うほどの眩しい光、思わず目を開ける。俺の顔の横に奴がいた。奴は無表情で、出てけ早く出てけ殺すぞ。と、連呼。俺はちょっとした賭けに出た。わかった。殺せ。出てけ早く出てけ殺すぞ。いいから殺せ。出てけ早く出てけ殺すぞ。お前、手出せないんだろ。出てけ早く出てけ殺すぞ。理解した。リアルにいる人種に当てはめた。酔っ払いの親父引くアルコールってくらいか。要望は出すが殺傷はない。こういう輩は無視に限る。というわけでヘッドホン放置を決め込む。どうやら、直接何かの力で呪い殺すとかはできないみたいだった。しかし、夜にフラッシュ&物音はしんどい。ストレス攻撃みたいなものか。そこで、まあこういうことには興味あるし、民間レベルのものではあるが、知っている対処法を試してみようじゃないかと。1、森塩。夜に声のする方向のロフトの階段に一つ、窓の両端に一つずつ、寝床を三角で囲むような形で配置。食塩だと漏れず、ま、あるだけマシだろう。結果、効果なし。次に荒塩で挑戦。山がちゃんとできました。効果あり。だが3日ほどで叩かれた形跡あり。うっかり盛り直し忘れると出た。2、格闘技。あまりにも眠く、声のする方を蹴ったことがある。手応えあり、と思ったのは自分がかけてた布団でした。それ以来直接攻撃は何も効果なし。3、明るくする。明かりをつけると消える。だが、違う場所にトーンを 30% ほど落とした感じで見える。4、佐野薬除け大師のお札。効果なしと思ったら、麻薬の方角に貼ってた。直したら効果あり。が、なぜか剥がれやすい。窓際のため湿気が原因か。余談だが、その時になって今まで北枕で寝ていたことに気づいた。5、塩水ぶっかけ。壁が濡れた。6、十字架。効果なし。7、お経の CD。効果あったのだが、肝心の CD 紛失。8、電気をつけ、無睡眠。ファイナルファンタジー11をプレイ、3連休などに試した。出ない。効果あり。最も気づいていなかっただけかも。9、新しい彼女の部屋掃除。効果あり。ほとんど出なくなった。やはり部屋を汚くしていると良くないということだろうか。しかしながら砂利の音は相変わらず。そして、ついに引っ越し。不動産屋にこの件を伝えると、そういう報告は出ていません。と、みんな言わないものなのだろうか。
この件は実家の家族には報告済みで、引っ越しも手伝ってもらったのだけど、荷物も積み終えた頃、親父が不意に、もしかしてこういうやつか?と言ってきた。まさしくやつのことでした。え?なんで?いや、なんかちょっと違うなって男が。引っ越しですか?って、ニヤつきながら言ってきたからさ。と。こんな感じで練馬のアパートは引っ越した。ま、オチもなく、デポみたいな感じでしたが、読んでくれてどうもです。今でもあのアパートでは、やつと新たな入居者が戦ってるのかもな。私たちの引っ越し。今から8年前の今頃になる。当時私は学校のコネで入った会社で、パートのババアの新人いびりのせいで拒食症になってて、気づいたら親から鳥ガラってあだ名つけられるくらいガリガリになって辞めた。精神的にもダメージすごかったから、辞めた途端無気力になっちゃって、まずはご飯食べれるようにってやってたんだけど、離れに住んでる父方の祖父、威嚇育抜きから。仕事を辞めた一族の恥さらし。なんて言われて半年くらいいびられた。それが嫌で家出して友達の家に転がり込んだ。その友達が働くキャバ店に入店して、ついでに寮としての部屋も面倒見てもらった。その部屋がやばかった。思い出すと今でもサブイボ。その部屋は天井壁床全部が真っ白。玄関のドアとクローゼットだけが白じゃなかった。そして日は差してるはずなのに、めっちゃ照明つけても薄暗いし、なぜかクローゼットが2、3センチくらい空いちゃう立て付けの悪さ。でも友達の部屋に長居するのは申し訳なかったし、水道代ただで家賃もそこそこ、店からも近いってことで、住むことにしちゃった。マジであの時簡単に部屋決めないでもっと他も内見すればよかったと後悔してる。そんなこんなで家電製品やら生活必需品を店のボーイさんが揃えてくれて持ってきてくれた。その時気にしてなかったんだけど、一人のボーイさん、以下ワイタさん、彼は玄関にすら入らなかった。ワイタさんは霊感ある人で、いつも護身用の数珠つけてて、店の神棚とも理事をおこまめにチェックしたり手入れしてた。一週間くらいは何事もなく過ごしてたんだけど、店が終わって部屋に帰ると、なんとなく誰かに見られてる気がするようになった。そんで半年くらい経った時に、中学以来の友達が遊びに来た時から、感じる視線が強くなってきた。なんとなく、じゃねえなとか思い始めても、どこから視線を感じるのかわからなくて気持ち悪かった。まあ、それ以外に何かあるわけでもないし、ご飯食べるか寝るためにしか使ってないようなもんだから、あんま気にしないようにした。ある日、飲みすぎてアパートまで一人で帰るのは危ないってことで、暇してたワイタさんが送ってくれることになった。帰り道ワイタさんに、あの部屋大丈夫?って聞かれたけど、その時酔ってて理解できなくて、静かで暗いから寝るには最高っすよ。水道代タダだしね。とか答えた私はバカだったわ。玄関ついてドア開けてもらった瞬間に、ワイタさんの数珠が急にパーンした。パーンというか紐がちぎれてバラバラ落ちた感じ。びっくりして数珠拾おうとしたら、クローゼットがある部屋の奥からめっちゃ睨まれてる感じの視線を感じた。肌寒い季節なのに、ワイタさんは顔中汗まみれになってる。数珠はいいよ。俺帰るわ。でも、なんかあったら電話しておいで。って帰っちゃった。刺すような視線はワイタさんがいなくなったら若干弱まったように感じたけど、それでも今までよりはずっと強くて、視線の主がクローゼットにいることが確信できた。その時初めて、あ、ちょっとやばい?って思った。でも視線以外何もなかったから、だんだん慣れてきちゃって普通に住んでた。ワイタさんは、私ちゃん引っ越す?部屋探すよ?って言ってくれてたけど、
シンガを主要キャラで気に入られて毎日同伴してたから引っ越す暇なくて曖昧に流してた。そしてその年の10月、ことは起きた。基本収録出勤だった私なんだけど、その時は繁忙期前ってことで連休をいただいた。宅飲みじゃあ、って友達呼んだら、近くの大学生引っ掛けてきて、流れで部屋で合コンすることになった。作りすぎたおかずをつまみに飲んで盛り上がってきた頃に、うちの部屋病室並みの白さでおまけに家具とか何もないから怖いよねって話から、階段披露する流れになった。そこで一人の友達がある女の霊の話し始めたんだけど、あんまり怖くない。あんまり怖くないんだけど、なぜか急に部屋の温度が下がったのが分かった。いつも感じる視線が、いつぞやの睨んでる感じに変わってきてることに気がついた。でもその視線はクローゼットからじゃなくて、リビング入り口のドアからだった。で、つい視線の方を見ちゃった。みんなも私と同じタイミングでリビング入り口のドアを見たら、ドアの向こうからめっちゃ睨んでるセミロングの女が立ってた。びっくりして瞬きしたらいなくなってたんだけど、大学生一人覗いて、みんなパニックになって蜘蛛の子散らすように逃げ帰った。残った一人以外は、みんな私と同じく女が見えてたんだと思う。その残った大学生、イカコンちゃんに聞いてみた。さっき女が立ってるの、見た？え？何が？なんでみんな帰ったの？せっかく持ってきたお酒なのにもったいないよねー。とか言いながら、残ってる芋焼酎飲み干してから帰ってった。その日からラップ音なのか、パチンとかドンとか、日夜時間問わず鳴るようになっちゃって、私の体調もおかしくなってきた。ワイタさんは心配してくれて部屋探してくれてるんだけど、空き部屋見つからないって焦ってて、コンちゃんはなぜかつまみのおかずを気に入ったのか何かと家に来るようになって、そして視線とラップ音がどんどん強くなってった。そして11月半ばくらいに、原因不明の高熱が出て立てなくなった。お店を休んで病院に行ったら熱風邪って言われたけど、点滴も処方箋も効かなくて、これやばいと思った時にワイタさんから電話が来て、嫌な予感がするから店長と今から行く。電話切らないで。って、マジトーンで言われた。でも音が遠くなったりプツプツしたりしててうまく聞き取れないのがあって、ごめんちゃんと聞こえないやってつぶやいたら、鼓膜起因するレベルのめっちゃでかい女の声で、わぁ。って叫ばれて電話切れた。え、どういうこと？とか思ってたら、急に息できなくなって過呼吸になって、頭の中はてな状態でパニックになりかけたら、玄関から店長とワイタさんの声が聞こえた。苦しいし目の前チカチカでなんか体めちゃ重かったけど、なんとか頑張って玄関の鍵開けた。それでワイタさんと店長が部屋に入った時に、部屋の奥から舌打ちみたいな音がして、それ聞こえた瞬間に意識飛んだ。すぐ病院に運んでもらったらしいんだけど、肺に水溜まってて、少しでも遅れてたら死んでたって状態だったらしい。入院中にボーイさんたちが部屋を見つけてくれて、退院と同時に引っ越した。荷物はボーイさんたちと、なぜかコンちゃんが飛び入り参加して運んでくれて、片付け含めて半日で全部終わった。引っ越し終わってみんな帰った後に、疲れて眠くなったからベッドに横になった。もうあと一歩で寝落ちする感覚の時に、玄関が開いた音がした。誰か忘れ物したのかなぁ、なんて思ってそのまま寝ようとしたんだけど、違和感に気がついた。私みんなが帰った後に、鍵閉めたんだよね。合鍵は用だから店長が持ってるんだけど、鍵開けた音がしなかった。玄関から誰か入ってきて、そのまま部屋に入ってきた。ヒールのコツコツって音が聞こえてゾッとした。リビングのドアが開く音はしなかったのに。足音は、まっすぐ玄関からベランダまで一直線に歩いて、また玄関に戻ってってベランダまでを繰り返してた。あ、
マジでやばい。ついてきた。って思ったら心臓バクバクし始めて、目を開けようにもなぜか開けられず、ずっとヒールのコツコツ音を聞きながらビビって動けなくなった。どうなるの？死ぬの？とかビクビクしてたら、ふと枕元に携帯置いてあるの思い出して、これで助けを呼ぼうってひらめいた。その瞬間、私の体がピクって動いた。それと同時に止まるヒールのコツコツ音。止まったのは私の真後ろ。あ、バレた。とか妙に明るく捉えた瞬間、後ろの気配がものすごい勢いで飛びかかってきて首を絞められた。あ、これ死ぬやつ、と悟って首がメキメキ音がしたタイミングで。どんどんどん。どんどんどん。忘れもんしたー。開けてー、開けてー。と、間抜けなこんちゃんの声。その音でふっと首を絞められてる感覚が消えて、自由になった。急いで玄関に猛ダッシュ。え、汗やばくね？何してたの？とこんちゃんに言われて脱力し、体がガッタガタ震えた。それからはなぜか視線を感じたりラップ音とかもなく、体調も崩すこともなくなり仕事に完全復帰して年末年始の繁忙期を乗り越えられた。もしかして幽霊のやつ、よっぽどこんちゃんの不意打ちが答えたってことか？それとも引っ越す前からこんちゃんのこと嫌ってて、とうとう諦めたとか？三が日を過ぎて店の新年会の時に、ワイタさんに言われたのが、私に付きまとっていた女の霊は、最初はただ眺めてるだけだったけど、男と仲良く話してる私に嫉妬して悪さしてきたらしい。いつからそこにいて彼女に何があったのかわからない。ワイタさんは、聞こうと思えば聞けたと思うけど、怖いからやめた。死にたくないし。と言っていた。私の命の恩人でもあるコンちゃんとはその後、良き飲み友として今でも連絡は取り合ってますが、彼は全く何も感じなかったようで。何その話。世にも奇妙な物語でありそうだよね。とか言っててマジ神だと思った。見えるボーイのワイタさん、見えないけどなんか強い飲み友のコンちゃんの二人に助けられた、私のキャバ嬢時代の話でした。久々に会ったクソダヌキにこの話をしたら、気味が悪い、近寄るな、帰ってくるな恥さらし、と言われております。これも全部お前のせいだと言ったところ、それ以来毎日墓参りに行ってるみたいです。